ラジオ沖縄なホットキャスティング赤瓦町瓶のごぶりーさびら大層799回目の今日は4月の30日内田区美旧歴では3月の11日馬の日、えびんやさて、偏座の方々に報告しましたので今日は偏座島の散歩してみましょうかね 余活、えー、半島から海中道路を渡った最初の島ですよミリバックイシサやヘンザミアラビのキヤギユルウスの花のつらさミリバックイシサやヘンザミアラビのキヤギタルウスの花のつらさ見れば恋しく思われるヘンザの娘たちよ潮の引いた海を歩いていくこの足で着上げるたんびに 塩の花が咲いて綺麗だという歌なんですねソケイページン中義という方の作品だそうですよこれちょうどねあの海中泥渡ると夜明けの日っていうのが立ってましてねそこに書かれている流歌なんですよ、えー、大変歴史の古い島でしてね3000年ぐらい前の海賊が見つかっています、まあ、海岸のところからだんだん島の高台に人が住むようになっていって人口も増えてぐすくも築かれていくんですね だから集落は以前はあのグスクの辺りにあったそうなんですが現在の海の近くに移動したそうですよ。えー、昭和市に滅ぼされた北山の人たちが住み着いたという説もあるようですね。え葛、ー、錬城の浜川あじという方の次男がここに配置されて高カハナと呼ばれていたそうです。天割が倒したという餅付きあじの弟っていうことになりますね。でこの高なんですが 天割が望月味を滅ぼしたんですけれども実は協力体制を取ることになりましてねその時に変座の人たちが船を操って大和日本との貿易をしていたんですねだからキムタカの天割と浴渇地域の繁栄を抑えた変座の人々だったということになるわけなんですよね。それでは次のコーナーです。 沖縄のなんだ引き続き偏座島を話しましょうかヤンバラがいっちゃんどとかねヤンバラやアランヤマットモドイという歌もありましてね偏座島がね海上交通の要所金目で雨割の活練状を抑えていたと考えられますねで雨割が滅んだ後高原味はですね身の危険を感じて伊勢名島へと逃れ後に戻ってきて 夫婦嘘かな名前を変えて返座出なくなったそうです。なので返座スクのが下の墓に葬られているそうですよ。とってもねやっぱ海国らしいようなね雰囲気の,あの残ってる集落なんですけれどもえ集落内の川にね全部説明板がついてるんですよ。でそのうちの一つ遊佐地川っていうのがあるんですがこれなんとね沖縄の古い歌謡書おもろそうも 変座の湯沙治が手持ちの玉をゆすぎ出して手持ち玉を輝けるお方えこれが荻やかもい正信号に立てまつれっていうのがあるんですね。というのがあるんですね。だからこの荻やかもいっていうのが第二庄子第三代の正信号のことですのでね500年以上前からそこにあった湧き水だとしかも知られていた湧き水だということになるんですよね。現在もね立派な趣味が残ってますよ。 まああの初心号のこの湯沢寺があっていうのはもう少しあの上の方にあったようなんですけれども1736年から1799年の間に現在の場所に石造りで作られたと考えられているようですね。編座ではですね産風があのお水ねお水を取る井戸だというふうにも考えていて子供が生まれるとここから産水を取る場所になっているそうですよ。 さっきも出てきたんですが沖縄の古代からおもろそう詩にも500年ぐらい前からあったということで出てくるんですねさて今日は変座島のね散歩をお届けしてるんですけれども変座島の見どころの一つに死ぬ雲っていうところにクアディんとうです250年だそうですよこの「コアディーサ」内縄口でしてね和名は「桃玉なというそうですね面白いのがね。 エトマン青年齢で、子供たちにやった時に、クイズ出したんですよ。桃玉菜をあの方言で何と言いますかって言ったらね、玉菜という子がいた。玉 <laughs> 菜だから、玉菜と言ったのかね。玉菜はキャベツですよ。さて、この桃玉菜、えー。沖縄には珍しく葉っぱが赤くなって、完全に落葉する木なんですけども、夏は青々と茂った大きな葉っぱで持って、木陰を作ってくれるんですね。他にね、実は。 たらという力持ちがいましてあの灰皿をねなんと重さが3キロぐらいあるそうなんですが石で作った灰皿がロケこれを片手で持ち上げてたというような非常に力持ちのヘンザハッタラーといいうう人物もいたそうですこの方もね金鷹の雨に確か出てきよったんですねでこの灰皿も実は残されていましてねその祭っている半たらの家のあったところに、ね、横の方に置いてあるんですよ。 いろん,んな歴史を持っている島なんですけれども有名なのが旧暦の3月3日ではなくて3月4日に行われるサンゴチャという行事なんですねこれあの野呂さんがね大き,大きかったら大きた玉んとねもう一つになったかなマックボだったかなこれをねあの置いてそれをこう森で刺すという津田の湯っていう儀式から始まるんですよ。津田っていうのはそらく津田だね森でしょうね。 あの森の魚っていうう訳せるんでしょうねえそれが終わってから有名なこのとっても大きなね多摩の形をした神輿を担いで、えー、島の沖合の方にある南蛇南蛇岩っていうのがあるわけねそこまで担いでいってそこで下ろしてで役員たちがその岩に登っていって放漁それから島の安全を祈願するというね、えー、とサンゴチャーっていう行事があるんですよね。 縁がありまして、えー、この仙山に呼ばれて、これを観光の進行をしたいと、なんか講演してくださいということで、あの、いろいろ偏山の良さとかね、話したんですが、その時にね、あの、これ、やっぱり大きいタマンのみこしなんでね、ぜひともこう体験で担いでみたいっていう話をしたんですよ。やっぱでも、それはその神様行事に使うものだから、ちょっとできないなという話になったんですね。だったら、これちっちゃいのを作って、あの担いでいったら面白いんじゃないですかっていう。 提案をしたんですよそうしたらねその年のうちに作ってありましたなので4年前のツアーということで、えー、我々も担いでですね、えー、近くまで行くという体験をさせていただきました4年ぶりでしたけれどもついに長瓶もこの、えー、多摩のみこしレプリカさんをね担ぐことができまして非常に良かったですで赤川荒川ないで個人的に行ったもんだからみんな「え長瓶さんねー」みたいになってですね「久しぶりだねー」みたいに。 大変あのいろいろとね話しかけていただきまして非常に嬉しく思いました。変座の皆様ありがとうございました。あの長尾ね実はこの変座もそうなんですけれども名古川上のね法年祭あれもあのツアー組んだところ二年に一回だったのが毎年になったっていうのはねやっぱその年中行事にあの観光の分野からねあの力を貸したっていうことがねあのできまして。 大変嬉しく思ってるんですけれどもねなんやかんや言ってるうちについに来週が800回ということになりましたでツアーの方もね間もなく100回になるんですけれども今のところねあの決まったのが730ツアーということで今年最後やなことに日曜日に当たったんですよねなので7月30日には例の,の730の時に切り替えたバスですよ以前のバスじゃないですよ切り替えた ババススでで東洋さんが一台元気に走ってますのでねそれを使って戦後出ツアーをするというのは決まっておりますので皆さんよければ7月30日空けていてくださいね。でなるべく早めにあの作って告知するようにいたしますのでぜひそちらを参加されてくださいね。あとはまあなんか久米島の予定とかねあとあの100回ツアーにして都に行こうかとかいろいろ計画中でございますので。 えー、ぜひともよろししくお願いしますねそれから、えー、800回となりますのでよろしければ「おめでとうね」とかねそういったメールもいただけたら嬉しく思います。えー、あちこち回ってね、えー、いるんですけれどもやっぱりあのー、久しぶりに会うとね島の様子が変わってたりとか逆に新しい道がどんどんできてたとかそういうことがあったりしますんでまだまだ、あのー、いろんな新しいね 情報を仕入れていかないといけないなと思っておりますね変ざる話するうちね時間の調日皆さん連休に入りましたけれどもいかがお過ごしでしょうかね今日あたりどっか行ったりするのかなあのくれぐれもですね言いたいのがね沖縄自動車道なんですけれどもあそこって80キロ制限ですのであの慌ててね100キロとか120キロとかで飛ばさないでくださいよ非常に危険ですのでねあの 渇てになかようなという言葉もありますからね、なるべくはゆっくり走らせてください。それと、おそらくおなごたりはね、混雑する可能性があるので、ちょっとあのゆっくりあ、どっか行くときは早めに出るとかね、それから少し余裕を持つとかいったような感じで、プランも立ってられてくださいねあの。山とかね、川も面白いんじゃないかなと思います。山でいうとね、石川岳っていうのがあるんですよ、200メートルぐらいの高さ。 あれはね結構楽しめて登れますそれから勝岳これは少々きついかもしれないけれども時間さえかければ確実に登れますし登った時ね360度全部見渡せるんでね非常に、あのー、爽快な気分になりますよよかったら皆様もこの機会に山行ったり川行ったりそれから琉華碑巡ってみてはいかがでしょうか、えー、番組のワンネや赤瓦長瓶やゃビータンク くみ装置いっぺえにへ、hey, デビル